グースは、鈴木が製造、販売していた、オンロードタイプのオートバイである。先発のグース350と、排気量ダウン版ンであるグース250が存在する。当モデルは、レプリカブーム真った中の4気筒モデル前世時に、あって、鈴木が単気筒スーパースポーツの可能性を、示そうとした、意欲作であった。ワインディングを軽快に走り抜けることを追求し、 ある意味割り切った設計から作られた車体は絶対的なパワーはないが切り返しも早くラインコントロールも容易でタイトなコースシチュエーションではレーサーレプリカモデルとも互角に渡り合える実力を持っていたしかしながらスペック競争最盛期の当時にあっては主たるアピール層である走りを意識するユーザーにはカタログスペックの数値の低さだけですでに レプリカモデルの対抗枠とみなされず、一般ライダーにとっては、高回転維持を求めるエンジン特性、レーサーレプリカ並みのきついライディングポジション、タンデムや火災を考慮しない、セパレートシートなど、快適性や積載性の低さから実用的な用途には向かない性格がマイナス要因となり、結果として商業的には不人気者と言わざるを得ないものとなった。前述を踏まえると、 黒男好みの乗り手を選ぶバイクであったと言えるだろう。また、剛性の高すぎるフロントフォークやサーキットでも低すぎるハンドル、太すぎるリアタイヤなどシングルは売れないという定説を気にするあまりユーザー受けを狙いすぎた感がある。やりすぎとも捉えられる過激さが鈴木の持ち味でもあるがメーカーが最初からカスタムしたようなバイクは多くの場合成功しない。 グース350の生産時期は1991年から1999年、グース250の生産時期は1992年から1993年であり、全車種ともすでに販売終了となっている。グース350はラインナップに10年近く乗り続けたが、総生産台数は6000台程度にとどまっている。1991年に、 輸出用エンデューロレーサーである、鈴木 DR350 をベースとするエンジンを搭載したシングルスーパースポーツとして発売される。社名であるグースの由来は、マンシマ TT のコース上にあるグースネックという有名なヘアピンコーナーの名にちなんだものである。1991年の東京モーターショーで発表され、ほぼそのままの形で市販された。キャッチコピーは、 直線は退屈だ。エンジンは DR350 のものをより高回転型にチューンした揺れ A4 ストロークサイチェシー4バルブ単気筒エンジン。バルブハサミ角燃焼室形状は DR350 と同一だが、ポート形状は新設計のためヘッド部は別部品である。ピストンは引き続き GSX 系の T 型が採用されている。振動対策として エンジン前側に一軸バランサを内蔵する。潤滑方式はドライサンプでエンジン下部に別体式、オイルタンクを持つ。増加した熱量対策として1350キロカロリー、エイジのオイルクーラーを装備。キャブはミクニの BST40。排気装置は液ーストパイプ部はステンレス、サイレンサーはアルミ、中間部に鉄製チャンバーを設けた。 ダウンタイプとなっている。車体構成は、フレームはスチールパイプのトラス形状ダイヤモンドフレームにアルミ中造製のスイングアームピボットブラケットを組み合わせる。これに、フロントはインナー39ハイの倒立フォーク、リアはスチール製スイングアームにニューリンク式のシングルショックという構成。スイングアーム後端のチェーンアジャスターは変身タイプとなっている。ちなみに、 フレームのデザインは、ジレラ、サトルノと、同じく、萩原正式である。ブレーキは、前後油圧シングルで、フロントに300ファイのフローティングディスク時個性 EK、対向4ポッドキャリパー、リアに210ファイディスク対向2ポッドキャリパーを装備。ホイールは、グース独自デザインの5本、キャストスポークホイールで、タイヤは純正では、ダンロップの D102 を装着する。スタイルは、 丸目ヘッドライトに、方眼メーターとネイキッド全としたものだが、トップブリッジ下につく、セパレートハンドル、バックステップ、シングルシート風のテールカウルと、かなりレーシーで独特のデザインを見せる。サイドカバーには、名前の由来でもある、グースネックコーナーをあしらったプレートが埋め込まれる。車体色は、青、赤、銀、および99の最終型の木、黒、 黒の5種類が存在する。翌1992年に DR350 の排気量ダウンモデルである DR250。これをさらに高動走行車とした DR250S のエンジンを流用した 250CC モデルが発売される。DR250 との相違点はプラグ系と冷却品のサイズ。 エンジン以外の350からの主な変更点は、フォークが成立、インナー41ファイになり、オイルクーラーがオミットされ、チェーンアジャスターが一般的な引き型になり、リアタイヤが1サイズダウンした程度で、他はほぼ同一コンポーネントとなっている。250の車体色は黒のみ。ありがとうございます。